6月24日土曜日、JR 大和路線志木駅にやってきました。今から行く東遊戯一丁目ちびっこ広場ですが、志木駅から北方向に歩いて10分ぐらい。マップで見ると道順が分かりにくく感じますが、迷ったらぜひ空を見上げてください。大きな目印が立ってますよ。目印というのはこの送電塔。送電塔の足元に公園があります。よく見ると公園の上を何本もの送電線が走っているのが分かりますね。おお、なんかかっこいいね。小さな花がいっぱい咲いてますね。大阪府八尾市東遊戯一丁目ちびっこ広場です。綺麗な草花がいっぱいのとても美しい公園です。ジャングルジムです。パーゴラ。ログ風のテーブルとスツールがあります。滑り台。高架地点の地面がへこんでますね。これは着地技術が試されるとこやね。今日のお供は久しぶりのヘミ君です。この公園は小さい道路で2つに分かれています。これは運転ですね。鉄棒です。手前のめっちゃ低いね。置くのは小学生用かな。かっこええな。敷地全体にきれいな草花が育てられていて、これを眺めてるだけで心が安らいでいくようです。まるで宝石箱みたいな公園ですね。
麗に思えてくるから不思議なもんです。